カールシュタイン・アムマインは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、アシャフフェンブルク軍に属す、町村である。カールシュタイン・アムマインの土地利用図。ピンクが市街地、白が緑地、工作地、緑が森林である。カールシュタイン・アムマインは、その名が示す通り、マイン川沿いに位置している。グロースベルツハイムは、バイエルン州の最西端にあたる。この町は、 デッティンゲン地区とグロースベルツハイム地区からなるカールシュタインアムマインは北西はカールアムマイン北はアルゼナウ東はヨハネスベルク南はクラインオストハイム南西はマインハウゼン西はゼイリゲンシュタットと境を接しているカールシュタインという地名はカール大帝の逸話を由来とする皇帝はゼイリゲンシュタット修道院の向かいにあたる 現在のカールシュタインにしばしば訪れ、シュペッサルと産地での狩りに興じた。ゼイリゲンシュタットからマイン川を渡った対岸に、テッティンゲンという村があった。この船の停泊地にあった石、あるいは、テッティンゲンとバリネスハイムとの間の境界石がやがて、カールの石、イコール、カールシュタインと呼ばれるようになった。a m メーンは、同盟の別の村と区別するためにつけられた。 バイエルン州の行政改革に基づき、1818 18年の市町村令に従って、二つの自治体、グロースベルツハイムとデッテンゲンアムマインが成立した。1862年7月1日、ベツイルクスアムとアルゼナウが創設され、ローソンはその行政管区に含まれた。1939年、ドイツ国全体にラントクライスという名称が使用されることとなった。 グロースベルツハイムとデッティンゲンはアルゼナウィン・ウンターフ・ランケン軍の42市町村に包含された。アルゼナウ軍は1972年7月1日に廃止され、両村は新たなアシャフフェンブルク軍に編入された。バイエルン州の地域再編に伴い、グロースベルツハイムとデッティンゲンは1975年7月1日合併した。住民投票により、 新たに成立した自治体の名前はカールシュタインに決定した。この名称は千年頃からアッシャフフェンブルクの森林管理区として用いられており、デッティンゲンとグロースベルツハイムとのかつての村境付近を指していた。現在のカールシュタイン町内には一連の歴史的な原子力発電所があった。2014年3月16日の町議会選挙以降、 カールシュタインアムマインの町議会は、市長を除き、二十議席からなる図柄、波状に、青字と銀字に、上下に分割。上部は銀のデッティンゲンの十字、下部は赤い角を持つ青い原子模型図。紋章の歴史、紋章が波状に分割されていることは、長命にもなっている通り、マイン川沿いのこの町の地理条件を表している。この町は、年に、 それまで独立した町村であったデッティンゲンとグロースベルツハイムから形成された自治体である。紋章はかつての両村の紋章の一部を取ってデザインされた。上部の独特な形の十字はデッティンゲンの十字と呼ばれており、カール大帝と関係がある。皇帝の菱形の中にデッティンゲンの古い地名デッティンゲンの頭文字である T が配されている。これは ゴシック後期の時代にデッティンゲンの聖ヒッポリーと教会に掲げられた。紋章下部の原子模型図はかつてのグロースベルツハイム村の紋章から取られた。この地区にはドイツ発の原子力発電所が研究用原子力発電所として建設された。その完成後、1961年から送電が開始された。この原子炉は1985年に運転を停止し、 2010年末までに完全に解体された。この紋章は1977年10月13日に認可された。カールシュタインアムマインの町域には以下の湖がある。カールシュタインの鉄道駅はマイン出ッサルト鉄道のデッティンゲン駅である。デッティンゲンにはマイン川を南北に結ぶ歩行者、自転車専用橋がかかっている。 マイン側のグロースベルツハイム席は1963年から1973年まで稼働していたが、クラインオストハイムの新しい席にその機能を譲った。カールシュタインには原子力技術産業系企業のアレバ NP の研究開発部門がある。グロースベルツハイムにはフォルクスシューレカールシュタインアムマインがあり、デッティンゲンにはカールシュタイン基礎家庭学校がある。 このほか、町内には幼稚園、託児所が3園ある。すなわち、クラバウターシフ、霊言暴言乱と、ビラクンター文トである。ありがとうございます。